はい、どうも皆さん、こんにちは。エルニーニョです。ということで、今回なんですけど、はい、ということでですね、やってまいりました。久しぶりにこのような類の動画になります。高校2年生が始まってから4、5、6ということで、約2ヶ月経って事件まとめ。はい、ということでですね、高校での事件まとめとかいう世紀末シリーズなんですけど、まあ何もないわけがないんですよ。はい、なのでね、ちょっと今回ね、じゃあそちらを、久しぶりにこのような動画になるんですけど、出していこうかなということで、トーク動画になります。はい、ということでね、高校2年生になって、まあ何が起きたのか、クラス替えがあったりとか、後輩が新1年生が入ってきたりだとか、体育祭が、先日、本当昨日ですね、はい、昨日、この動画撮影日の昨日、体育祭が終わりましたみたいな感じで、まあね、いろいろ起こったので、ちょっと今回もまたね、話していけたらなと思います。はい。まあもうこれが一番、まあ気になるでしょうと。うん、というかもうメインはこの話題ですね。別にクラス替えの今のクラスも全然別にすごいいいクラスになりましたし、うん、なんか友達もね、新しい友達もできたりだとか、もうすごい楽しい高校2年生過ごさせていただいているわけなんですけども。まあ、そうですよ。はい。後輩が襲来するということでですね。で、まあ、その後輩事情はどうなのか、まあ、話していこうと思います。まずですね、後輩が何人かも話してます。はい。何人かもうね、覚えてるんですよ。そのぐらいには結構話したりするわけなんですけど、何せね、俺は気に食わないことが一つある。うん。本当に気に食わない。許せない。俺はね、まあ、本名。なんですけど、後輩は、まあ、なんかその、年上の人、何々先輩って呼ぶじゃないですか。1年生は2年生を、2年生は3年生を、何々先輩って呼ぶと思うんですけど、まあ、僕も、それにめちゃくちゃに憧れてたの。あのね、俺、小中ってもう、上下関係なんというものは何も存在しない学校にいたので、うん、もう中学1年生と中学3年生、何も敬語もクソもないみたいな、もう本当に友達みたいな、名前も呼び捨てだしみたいな、そういうところにいたので、マジでもう、そういうのなかったんですけど、やっぱその、高校に入学してから、まあ、もう先輩後輩の上下関係がボンって分かりやすく著しく出てくるわけじゃないですか。なのでそのね、あれ憧れてたの俺も。ちょっと偽名木村ひろきを使わせてもらうんですけど、木村先輩とかひろき先輩ってなるのを俺はね、もう待ち遠しにしてたの。そういう風に慕われるようなね、まあ、頼りがいのある先輩にね、なんかこの学校のこと分かんないんだったら何でも俺に聞いてよ。みたいな感じでやりたかったんですけど、まあ、第一声ですよ。初めて後輩から話しかけられた時、言われた言葉、あっ、ニーニョ先輩っつってね。さあ、いや、もうマジでありえない。うん。ニーニョ先輩。なんだニーニョ先輩って。クソダッセー名前で呼ばれるんですよ、これ。いや、でもわかるよ。本名もわかんないと思うし、まあ、第一声がニーニョもしくはエルニーニョなのはわかるんですけど、ニーニョ先輩かと。なんかそれから俺もね、その話した後輩に、俺、長年の夢だったからさ、ちょっと、名字とかの名字に先輩ってつけて、なんか木村先輩とか、ひろき先輩って呼んでくんね。みたいな感じで、まあ、そんな感じで言ってたんですよ。なんですけど、まあ、その、いかんせん、ニーニョの印象が強すぎるんでしょうね。うん。本当にその名前で呼ばれたことはない。今までずっともニーニョ先輩という風になってます。まあ、この動画ね、後輩の方見てると思うんですよ。で、そして多分また、どっか会った時にですね、言われると思うんですけど、この動画についてね。本名で呼んで、本名に先輩ってつけて呼んでくれると、あ、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。そしたら、僕が喜びます。あとですね、もう一個あるんですけど、定期的にですね、はい、こんな感じでリプトンのミルクティーのね、差し入れをもらいますね、後輩から。うん、なんか、一時期俺、喉の風邪になった時があったんですけど、その時なんかその学校で、先輩っつって、ミルクティーと、喉飴をくれた人がいて、お、マジかと思って、うん。めちゃくちゃ食べたんですけど、めっちゃその飴噛んじゃったわ、俺。ありがてえ、ありがてえって思いながらね、その気持ちを噛み締めながらね、飴玉もコッパみじんに噛み砕いたわけなんですけど、そういう感じでね、定期的に、差し入れをくれる人がいる。あとなんか、手紙もうなんか言うたらファンレターみたいなものですよ。手紙をくれたりとかする人もいるわけで、ぶっちゃけね、嬉しいよね。かなり嬉しいよね。うん。てかなんかいつの間にかこれリプトンなんかこの、ニューって書いてあるこれ、なくなったんだね。なんか後輩が一人の後輩この幻のリプトンを持ってきて、あ、なんかもう、これになったんだみたいな感じで、ちょっとそういうね、あれも感じたりとかありつつ。あと後輩みんなにブチギレたいことがあって、軒並み全員に。本当にブチギレてやりたいことがあって、まぁちょっと覚悟しとけって感じなんだけど、
障が高すぎる。うん、許せないマジで。お前俺161センチだぞガチで。いやなんかもうみんなバカでかいの。俺よりちっちゃい後輩なんか見たことないみたいなレベルで、女子もね、女子も見たことねえよみたいなレベルで、もう高い、スタイルがいい人がいたりとか、ありえないぐらい背が高い男子がいたりとか、隣に並んだ時に地獄なんですよね。写真を撮ったことがあるんですよ、後輩と。その時にもなんか俺の肩がここで、後輩の肩なんかこの辺にあるの、後輩の肩が。それなんかなんかイエーイとかなんかで、ありがとうございますありがとうございますみたいな感じでやられるんだけど、上からの視線なのよ。で俺は下からなんかありがとうねみたいな感じでやってんだけど、身長がもうゴミすぎて許せない。ちょ、お前ら全員縮めでですね、まあ、その体育祭でも、ま、いろいろありまして、男席があって、そのなんか、僕のクラスの隣に1年生のクラスがあって、で、その1年生のクラス同じ段だったんですけど、その同じ段で、その1年生の人たちが、70万人が味方にいれば、負けないでしょう、とか。こっちには、ニーニョ先輩いるから、絶対負けないとか、まあ、先輩方もね、ニーニョいるじゃん、もう、今年は体育祭、モロタワーとか言ってたんですけど、負けました。ほんとめちゃめちゃ僅差30点差ぐらいで負けて、もうなんか、みたいな、みたいな感じだったんですよ。で、まあ、体育祭なんですけど、まあ、いろいろ話が飛躍してって申し訳ないんですけど、体育祭、団対抗、もう選抜リレーの選手、かっこよすぎないですか？いや、ほんとに。俺もうマジで足が遅い。俺は弱い。俺も体育祭で、体育祭実行委員をやったんですよ。実行委員をやったんですけど、実行委員の仕事、実行委員だからなんか種目多く出るとかじゃなくて、まあ、運営側に携わるわけなんで、別に何もかっこいいのとかないんですよ。なんかその体育祭の朝練だったりとか、学年種目の練習の朝練だったりとか、それを仕切ったりだとか、クラスリレーの走順を決めたりだとか、まあ、なんかその、そういうところ、まあ、タイムを見たりとかでいろいろ話し合うみたいなところやったんですけど、なんかね、団対抗がイケメンすぎて、かすれて、しぼんで、チリとなって消えてったよね、体育祭実行員とかも。だって体育祭実行員だよ、俺。体育祭当日なんかしたかって言われたら、あれですよ、自分たちのクラスの先頭に立って、なんか、行進で先頭を切ったみたいな。本当に俺は、足を速くしたい。うん。50メートル走 7.3 とかいうバカおっせえタイムを叩き出してしまいまして。いや、マジかって。なんかもう友達軒並み6秒出してる。なんか 7.3 みたいな。うん。やべえ、俺、おっせえなってなって。ちょ、なんで足を速くする方法を知ってる人いたらね、ぜひ、教えてください。マジで来年3年生、ちょっと団体校出たい。マジで出たい。あれ、マジイケメンすぎる。マジでね、助けてほしい。俺はあれを見た時に、もう失敗。そうでしょうがなかった。もうクラスのやつをもうなんか追っかけ回して応援するぐらいの厄介オタクみたいなことしたんですけど、いやもうマジでね、団体こうイケメン、マジ全員かっけえ。まあ、ちょっと来年までにね、50メートル走 5.8 まあ、叩き出しておこうかなというふうに思います。はい、てな感じでですね、まあこんな感じでした。はい、まあこれを見てくれた後輩たちはですね、まあ絡みに来てくれたらなと思います。あと本名もしくは名字か下の名前に先輩ってつけて呼んでくれるとめっちゃ嬉しいです。ということでね、僕が伝えたかったのはそれだけでした。ってなわけで皆さん、また次回の動画配信でお会いしましょう。バイバイ、さよなら。おつにんにょ、バイバーイ。あと一回ね、盗撮されたんだよね。